はい皆さんこんにちはジョーです。今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですねニュース、えー、しっかりと見ていきたいと思うんですが非常にここ最近ネガティブなニュースが 多いとは思う。一方で仮想通貨に向か,向かっていく人たちっていうのは非常に増えていたりとかまあ、資金はですね。どん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 入っていってるわけなんですね。まあ、今日はそういった少しポジティブなニュースも皆さんに若干お伝えをしながらニュースを見ていきたいなと思っています。で、まずはこちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、あまり日本ではあの耳馴染みがない。あの名前かもしれません。けれどもまあ、アメリカの方では非常にえー、まあ、大きな有名な。 資産運用会社なんですけれどもゴールデンツリーというところがあるんですがここはですね、まあ、あのスティーブさんもここのチャンネルよく出てくださるブロックタワーのスティーブさんの,、まあ、あの会社でもう、まあ、会った人でアビ・フェルマンさんという方をですねヘッド・オブ・デジタル・アセット・トレーディングというところとして迎え入れたというニュースが出ていました。でゴーールデンツリーに関しては確かですね まああの5兆円6兆円ぐらいの資産運用している会社なんですけれども、まあ、ずっとやっぱり仮想通貨クリプトには非常に興味を持っていたんですが、まあ、今非常にまあいいチャンスなんじゃないかということで、まあ、今回このトレーディング部隊というか運用部隊をまあ今構築しているというような状況にあるということですで、えー、これはですねどん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 あのこの傾向は続いていくんじゃないかなと思う一方で、まあ、これまでは 伝統的な金融会社からクリプトに向かっていくっていう動きが、まあ、メインの動きだったと思うんですけれどもこれ結構注目すべきポイントだなと思ったのが、まあ、クリプトのところから非クリプトっていう,というかまああの伝統的な金融機関に逆戻りをしてその伝統的な機関の中でクリプトのファンクションを立ち上げるっていうのは、まあ、あ,のあんまり最近見ない動きだなと。 思っていますなのでまあこういったところが今後はどん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 進んでいくことによってあの逆にその非クリプトというかこれまでのトラディショナルファイナンスのところでもさらに急速にもっとこのクリプトの需要が高まっているものをキャプチャーしようというか取り入れていこうというところが非常に強く出てくるんじゃないかなと思わさせられるようなニュースでした。で特ににににこここののゴールデンツリーに関してては非常に大きな資金を扱っっいいいる会社ででもありますので、まあ、こういったところがいかに マーケットで需要が強いかって、かつ彼らトラディショナルな非常に、まあ、あの会社でもあったりもするので、まあ、金融機関としてですね。なので、まあ、あのいかにマーケットでクリプトの需要が高いかっていうところを表しているような感じかなと思います。で、プラスそれに加えて、あの金融会社に詳しい方、あの聞いたこともあるかもしれませんが、ベインキャピタルというですね非常に有名なところがですね、今後クリプトに対して 560ミリオンの資金を調達もすでにしてあってどん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 使っていきますよということを発表していましたで一応ですね彼らについては昨年の11月に資金調達を行っていてもうすでに投資を始めているということらしいんですねでこれを今後の2年3年で使っていくということなんですけれども一応ですね今短期的に下落しているのでまあそのあたりもやっぱりインタビューとかで聞かれているそうなんですが、まあ、彼らとしては今後この10年間の 大きなこのテックシフトをしっかりとキャプチャーしていきたい取っていきたいというところ,ところがやっぱり狙いとしてあると。なのでこの短期的な下落についてはまあ全く気にしてませんみたいなことをまあ一応言っていますと。でそらく今後同じような形のファンドもどん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 増えてきていますし、まあ、増えてくると思いますしあとはそのセコイアとかもそうなんですけれども、まあ、非常に伝統的でも有名でもあり 非常にマーケットでも影響力がある人たちがどん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 入ってくるというような状況にもうでになっていると思うんですけれどもさらに加速してくるんじゃないかなと思うんですね、まあ、一部ちょっと飽和状態みたいなところはマーケットの環境としてはあると思うんですが、まあ、今はですねそのプロジェクトの立ち上げる方としても結構そのスキャンみたいなプロジェクトが非常に多いっていうふうに言われているタイミングでもあるので、まあ、そういったところが淘汰されて、まあ、より質の高いプロジェクトがどん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 立ち上がっている 立ち上がってくるっていうようなフェーズにま今後はなっていくんじゃないかなと。あのまあ、そういうプロジェクトじゃないと。今資金がつきづらいっていう環境なので、まあ、資金がつくようなプロジェクトがまど,どん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 来るというような感じに。まあ徐々にあのクオリティという観点から上がってくるまあ、業界として上がってくるっていうような。あのフェーズに今後入ってくるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、いずれにせよ、このベインキャピタルというところは本当にあの世界的にも影響がある。 ファンドのの一つだと思うので、まあ、こういったところが正式に入ってきますみたいなニュースが出てくるのは非常に心強いニュースかなと思いました。はい、で、まあ、一点一方変わって政治関連のニュースではあるんですけれどもヨーロッパの方でですねここ最近議論されていたプル・ーブ・ワークについて、まあ、禁止するのかどうかみたいな議論があったわけなんですけれども、まあ、今回正式にあのプル・ーブ・ワークについては まあ議論しないというかあの、まあ、そういったところを禁止していくような動きはしませんということが、まあ、ある程度その議論の中で決められていますということになっていますで一応そのアメリカの方は非常にマイニングも含めてですねポジティブに捉えていくような議論が非常に多かったんですけれども、まあ、ヨーロッパの方ではやはり非常に ESG とかそういった環境に対しての意識が強いエリアでもあるのでビットコインの反発というのはものすごく やっぱり強かったんですよね。特に北欧とかに関しては、まあ、そういったところへの非常にコメントも多かったんですが、まあ、一応今回 EU として、まあ、正式にというふうに言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、もっと前向きに対して取り組んでいきましょうという姿勢が非常に強く見えているそうです。で、これは一応そのやっぱアメリカと欧州というところがビットコインの まあその使用というかところからすると非常に大きな影響力が今あるのでこれ非常に大きな、まあ、政治的にも、えー、まあ経済的にも大きなニュースになってくるかと思いますし、まあ、こういったところが改,改めて今回認められたということもあって、まあ、さらなる投資環境というのはまあ整っていくんじゃないかなと思うのでそういったベンチャーキャピタルとか、まあ、新しくどん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 この業界に参入してこようと思っている人たちの中では、まあ、勇気づけられるニュースになっていくんじゃないかなと思います。 はいでまあ、そんな中なんですけれども、まあ、非常にあのクリプトだったりとか、まあ、テックに関して非常に進んでる確かエストニアが、まあ、トップに進んでた国だったと思うんですけれども、まあ、そこがですね、まあ、一応今回ロシアがウクライナに対して攻め込んでいったということもあって、まあ、あのロシア人全体に対して、まあ、非常に厳しくもあるんですけれども、まあ、クリプトの取引を えー禁止するような制裁を実行しましまたで一応他の国々に関しては、まあ、関係ない人まで制裁対象にするのはどうかということもあって、まあ、同じような制裁っていうのは行ってきてはいないんですけれども、まあ、今回エストニアとしては、まあ、やはり非常にそのマネーロンダリングっていうところがまあ気にされていたりとか、まあ、やはりそのクリプトイコール あの悪みたいなところのイメージもあったりすると思うので、まあ、そういったところをまあ払拭するためというわけじゃないかもしれませんけれどもより厳しくロシアに対しての制裁をやっていくっていう姿勢を見せるために、まあ、こういったあの判断をしたということらしいんですね。まあ、今後どどううういいううに他他のの国が、まあ、追随すするっていうこととこは正直ないと思うんですけれども、まあ他の まあいろんな選択肢がある中で、まあ、これもまあ強く大きくまあ議論されているポイントの一つだと思うので、まあ、今後どういうふうになっていくのかっていうのはまあ注目していきたいかなと思っております。いやそんな中なんですけれども、まあ、一応ですねアメリカの、えー、まあいろいろ民主党共和党の人たちの中でビットコインに対してのもろもろ意見を持っていると思うんですが、まあ、バイデン大統領側の え、デモクラット、民主党はですね、比較的、まあ、比較的ですよ、あの、ビットコイン仮想通貨に対しては、まあ、ちょっとネガティブな意見を言う人が、まあ、共和党と比べて、ま、若干多いと、まあ、表向きに非常に発信していく人が、ま、非常に多いんですけれども、まあ、一応今回、えっと、オレゴン州だったかなす、ねあ、そうですね、オレゴン州の民主党の方がですね、まあ、私として、個人として、個人的には、 えーまあ、そういったことを規制していく人よりも、まあ、イノベーターの方向でありたいということを、まあ、今回、えー、発表していましたでこれって結構大きなことだなと正直思っていてあのやっぱりその今までであれば、まあ、民主党については結構そのマイナスな意見を言う人がしかも結構トップの人で、まあ、いた中で、まあ、実際に自分のこういった意見を述べてくれる人が出てきたっていうところも、まあ、やっぱり大きいなと思う 一方でえ、今後中間選挙がまあって、おそらく共和党が勝っていくでしょうとで、そうするとまよりクリプトに対して前向きな議論がま活発に行われやすくなる環境にはまなるんじゃないかなと思うんですね。なので、まあそういったところも意識してのま、こういった発言になっているんじゃないかなと思いますし、やはりまこれを見るとまより、今後のえま中間選挙以降というか。ま、今後の議論のその方向感として、やっぱりクリプトに対しては？ 前向きであった方が票が取れるみたいな感じの,あのやっぱり認識になってきていると思うので、まあ、今後のアメリカとしてはです,ですけれどもあのクリプトに前向きな環境が徐々に出てくることによって、まあ、もちろん一般市民がより使いやすくというかイノベーションがもっと起こりやすくなるような環境になっていくと思うので、まあ、これは結構ですねいいニュースなんじゃないかなと僕は思っていますはいで、えー、続いて、まあ、ちょっとメタバース関連のまたニュースにいくんですけれども 今非常に NFT 界で注目をされているワールド・オブ・ウーマンというですね女性の活躍をある意味その応援していきたいというようなコンセプトを持った NFT のプロジェクトがあってですね国連とかにもこのワールド・オブ・ウーマンの、えー、なんてんですか NFT の絵がです、ね、飾られているわけなんですがここをです、ね、サンドボックスが支援しますということを今回、まあ、パートナーシップの契約なんですけれども、まあ、発表していました。 でこれはもちろんワールド・オブ・ウーマンの女性への活躍推進というところもサポートしていくという名目はある一方で自分たちのプラットフォームにワールド・オブ・ウーマンに入ってきてほしいということが前提として資金提供をしているということもあるんですね。でこれはもう一つ次のニュースをつなげて見ていきたいと思うんですけれどもあすいませんこちらですねあのアバランチがですね。 まあ一応その自分たちの財団を持っているわけなんですが、まあ、インセンティブプログラムとして約日本円で300億円を超えるまあ規模のえまあ資金をまあ持ってですね、まあ、それを自分たちのプラットフォームでまあアプリとかいろんなものを開発してくれる人たちにまあ今配りますっていうようなことをです、ね、今やろうとしているわけなんですけれども自分たちのプラットフォームは例えば優れていたとしてもなかなかその今開発に大きく例えばさっきで言うと 25億円とかそういった大金をですねドーンと積めるやっぱりあのプラットフォームというのは今なかなか、まあ、ないんですよね。でまあそういったところを考えると今はプラットフォームが、まあ、いかに優れているかとか、まあ、使いやすいかとかっていうところよりもより自分たちから積極的に、まあ、このレイヤー1のところもそうなんですけれども資金を出していくことによって、まあ、自分たちのプラットフォームに入ってきてもらえるかっていうような、まあ、そういう結構競争に。 今入ってきてきいるなというのはまあ前々からではあるんですけれども非常に強く感じますと。でまあプラスそれに伴ってあの既存のホルダー例えばアバランチだったりとかサンドボックスだったりからするとサンドボックスはまあ別かもしれませんがやはり財団が持っているトークンをですね提供して入ってきてくださいみたいな感じになるのでまあそのもらったトークンをやっぱりその現金化 したとととかっていうこともある思なので,、ねまあ、で非常にその短期的には売り圧力になりながらも、まあ、このエコシステムにしっかりと呼び込んで、まあ、開発が進むかどうかっていうところ、まあ、一つある意味投資だとは思うんですけれども、まあ、こういった短期的な売り圧力が発生するかもしれないイベントと、まあ、成長への,あの、まあ、仕込みみたいなものが、まあ、どれぐらいのバランスでうまく実現していくかっていうのは非常に、まあ、見る観点としては面白いなと僕は思っています。 まあ逆に言うとこういったところができないところについては、まあ、プラットフォームとしての魅力も落ちていくでしょうし、まあ、継続的な投資ができてないというところもあるので、まあ、結構その、まあ、衰退とは言わないまでもなかなかその成長が難しいような状況にはなってくるかと思うのでこういったところをいかに積極的にできるかどうかっていうのは今後のやはりそのレイヤー1にしろメタバースにしろ非常に重要な、まあ、トピックというか、まあ、手法になってくるかなと思います。 結構これでやっぱり強みを持っているのはソラーナだと思うんですけれどもソラーナに関しては非常にやっぱり FTX というまあバックボーンがものすごく大きなところがあるので、まあ、そういった諸々の機関投資家から資金が出やすいっていうのはやっぱり将来的なエコシステムの発展っていう観点から見ると、まあ、非常に強さがあるというようなものもまあ改めて感じるなというようなニュースでしたはいでまあい一方変わってなんですけどメタバースの、えー、今世界の中で非常にやっぱり注目を引き続き 集めている、まあ、分野っていうのがファッションですよねで僕も結構そのファッションのメタバース関連の,あのプロジェクトについては注目をして見ているんですけれども、まあ、今回そこに対してパンテラだったりとかがまあ10ミリオンではあるんですけれども、まあ、投資をしますということがニュースとして出ていましたで一応そのスペースランナーっていうところがですね、まあ、今回の投資対象ではあるんですけれども、まあ、そのスペースランナーがどうこうっていうのは別としてもやっぱりそのスポーツ 関連とかまだファッション関連、まあそこの辺り非常に結びつきが、まあ、つきやすいところであるんですけどもやっぱりこのメタバースとか NFT に関しては、まあ、スポーツ、えー、ファッションこの辺りを中心に、まあ、どん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 そのが、まあ、広がっていくんじゃないかなと思うので、まあ、あの今後も注目して行、えーまあ、きたい分野というかまずはそこから入ってさらに広がっていくっていうところだと思うので、まあ、自分たちの,そのいつか近い将来着る まあ洋服とかそういったものが何かしらメタバースだったりとか NFT にまあさらに結びついていくような感じになるんじゃないかなと思うのでまあどういうふうにその我々の生活が変わっていったりとかまあ,あとはそのメタバースにまあ自分たちが入っていってどういうふうにそのウェアラブルのものだったりとかとまあ関連づいていくのかっていうのは非常に楽しみなトピックかなと思ってこういったニュースはいつも見ています。な、はい、なかかかちょっっとと持ている人も あのまだまだ日本にも少ないと思うんですけれどもやっぱりそのメタバースっていうふうに言われてもちょっと浮世離れしたイメージが強いかと思うんですがまあ本当にあに近い将来そのミーティングとかまあいろんなことをする際にもまあこういったある意味デバイスをつけながらまあ会議したりとか何かしらそのより体験をですねリアルに感じてもらいたい人にはまあこういったものを送ってこれでこうやってみてくださいみたいな感じでまあなったりするのかなと思うとまああの 結構それが実現できる未来って近いのかなと思うので、まあ、どういうふうに我々のその商品のマーケティング戦略だったりとかも変わってくるのも楽しみだなというのは思っていました。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございますあの。いいニュースも悪いニュースも今マーケットではあると思うんですけれども基本的にはこのクリプトの業界については 長期的にポジティブなニュースがほととんどだと思うので、まあ、そういったところを中心に考えていくとまだ未来は全然明るいなと思いますしまあ逆にその悲観的なところを探せば今非常に多くあるので、まあ、特にやっぱり戦争とかそういったイメージはすごい強いので脳裏に残りやすいとは思うんですけどやっぱりこの投資家の動きだったりとか人の動きっていうところを見てみると非常にあの、まあ、未来は明るいなと僕は個人的には思っております。 はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。